あこんばんはあう <coughs> おエロいトこんばんはうん餅餅の写真まではこの枠ではいかないかな今日もコーヒー用意してますゴールドブレンドインスタントそう宮城県です BGM どうですかねなんか意外と BGM 絞ってる割に入ってるような。こんばんは。BGM 大きくないですかねこんばんは。今日はこういうやつ。よっと。ちょうどいい。あ、大丈夫ですかねこんばんは。えっ、ー、と、振り返りはき、えっ、ー、と、これが1回目です。 あの、昨日は結局データも落とさずに寝てしまって、今日データ落としていろいろ整理してたので、さっきやっと終わりました。月が綺麗ですね。あ、その写真もありますよ。あの、女性の方の写真はないんですけどね。お気に入りさんいしゃいませ。朝、クロームでございます。あ、だって BM の方か。選曲。<laughs> えーっと、RX10。100じゃなくて10ですか あれ ?102 が出たんだったっけいや、今のところはそれほど劇的に変わるんでなければ。お、17JK の人いらっしゃいませ。自宅警備員か。ん物見山。物見山ってあれか、あの通行止めがどうこうの時ですね。コーヒー。あの、バリスタの時ですかね。あ、マーク2か。じゃあ、振り返り始めます。えーとですね。 去年も行ったんですけど、この、岩手県の、岩手県の一ノ関市どこに、あ、これか。一ノ関市で、えー、去年からやってる餅サミットっていうイベントに行ってきました。で、本当は土日ともやってるんですけど、あのー、私は一応、それに絡めたサイクリングいつもやってるんで、で、いろいろ悩んだんですけど、結局去年と同じルート、この南三陸町を通るルートを走りました。土曜日にここを走って、 で翌日は結局、臨行して、一ノ関まで移動して、ちタミット一日中、えー、配信してたというか、食ってたというか。んああ、終だったら、結果的に雨が降って、配信成り立った原因の一つじゃないかな。あれ以上人が多かったら、ちょっと厳しかったですね。餅祭り。R、R、R、10ですか ?RX10。餅。ああ、そうか、振り返りで持ち込むじゃないですね。 さすがにややこしいからいいかな。よく考えたら別にコミ、あの、あっちである必要なかったんですよね。<laughs> そこまでこだわる必要ないと思う。いらっしゃいませ。というわけで、えっ、ー、と、初日はですね、だいたい80キロぐらい走ってますね。10時半スタートで。私にしちゃなかなか走った。というわけで写真いきます。あ、RX10 ですね。RX10、1で、今回は早ヤブサの、えっ、ー、と、一番速い早ヤブサじゃなくて、ちょっと余裕を持っていきました。 あの、私の近所の乗り換え、東神奈川駅ってところの乗り換えがあんまりギリギリなんで、前回よく乗れ、あの、行けたなと思うんですよね。なんで、ちょっと50分ぐらい遅くなるんですけど、あの、2番手の、うちから、うちの,の乗り継ぎで見て2番手の列車で行きました。そう、はやぶさエメラルドグリーンです。こんばんは。飛行機。相変わらずこの辺りの形、そうですよね。空力的にそこまで有利なのかな、この先端伸ばすっていうのは。スリッパ。 スムーピー。あ、しまった、今、なんかずれた。まあ、いいか。で、えー、っと、あの、2列、3列、あの、車内は2列と3列なんですけど、あの、座席指定で取れたのはこっちだったんで、2列の方の通路側に座って、で、自転車ここに置いたんですけど、はみ出すんですよね。<laughs> やっぱりあの、えー、っと3、3列の方じゃないと自転車入りきらないですね。縦置き、て置きリンコ袋でも。 東神奈川階段。階段増設性なりますかねそう、あそこ乗り換えが、階段が挟まるかどうかいつもわかんないんですよね。いや、一応わかるか、駅まで行けば。時刻用にちゃんとナンバー線乗り換えって、あの、中山駅とかからでも書いてあるんで。アメリカ大田の機関がなんで建てないなんで建てるという前提なんですか昨日は配信、あ、昨日配信ありがとうございましただと、プリケッツさんかないらっしゃいませ。じゃなかったらすいません。 やりすぎ。勝ち寄りさんいらっしゃいませ。空力トンネル。あ、騒音対策。ああそれだったらかなりかけ金かけそうな気がしますね。普通席でもそうですね。場所、ルフトハンザ。ルフトハンザってどんなやつだったっけ途中で。これ、後ろの方にあの、畳めないテーブルが出っ張ってるのがちょっと気になるんですよね。まあいいや。で、まあコスト的にちょっと高いとはいえ、 やっぱり駅弁買っちゃいますよね、新幹線乗ると。確かこれ850円だったかな、900円だったかな。五目ワッパ飯でございます。色気補聴してるんで、どきついですけどね、色が。私はこの手のあの、えっ、ー、と、炊き込みご飯系にすごく弱いんです。旅は日本。まあ、それぞれだと思いますけどね。私は、まあ、気楽にできるっていうので、ね、国内旅行ばっかりしてます。一番端の、そうです。あのー、私は駅ネットっていうサイトを利用してるんですけど、 あの、座席指定できますよ。列車によってはできないのかな。ぼったくり価格。ま、あ駅弁高いんですけどね。シチュエーションもあるからな。で、えー、仙台駅で東北,東北本線というのに乗り換えて、仙台駅はなんか結び丸でした。確かこれ結び丸ですよね。あの、全部の、これなんて言うんでしたっけ全部のこの <laughs>、駅、駅名、駅名板に貼ってありました。 下手くそない。下手馬っていうのともちょっと違うかな、これだと。えっ、ー、と、混雑する会場4つ。4つ。うん、まあ4席中4席かな。でも2席でしたよ、最終的に。2席を1人で利用するんだったらまだ許されるんじゃないかな。で、これが東北本線の小牛田じゃなくて小型行きですね。前回、あのー、去年行った時とちょっとルート違うんですけどね。去年は1の席まで新幹線で行って、 で、そこから小待駅に乗ったんですけど、これとは違うんですよね。どこもかしこも <laughs>、ゆるキャラですね。ああ、確かに東海道線。この赤がちょっと違うんですよね。こんばんは。で、小型からまた別の路線に乗り換えるんですけど、石巻方面に行く列車ですね。あのー、マンガッタンライナーって書いてありました。マンガッタンってあれですかね、マンハッタンとかけてあるんですかね。そう、009で。確かこれ4色あるんですよ。 で、赤いやつと青いやつがこれ連結してて、青いやつがなんか妙に渋い。渋いというか私このキャラも全部知らないんですけど <laughs>、このあたりって稲妻系ですかね。これはライダーなんだろうけどよ、よく知らない。こっちは機械だですね。んスカルマンっていうのはこれかなロボット、え、ロボット生地系はどれあ、これか。 これがロボット刑事系か。歌でしか、あの、歌しか知らないんですよ、私は。ロボット刑事系見たことない。えーと、私はどっち乗ったかな確か赤い方に乗りましたね。えー、後方車両かな石の森は、あの、石巻っていうところ出身だったと思います、確か。石巻にあの漫画館があるし、漫画なんか <laughs>、漫画なんかのた、漫画なんとかの建物があるんで。うわぁ、説明できねえ。 ビル2世の敵は黄泉でしたよねうん機械弾は私も知ってますで、この車内がですね、このボックス席と一人席一人席というかまあ、えー、っと、一席の向かい合わせかななんですけど、こっち側がですね、足元にあのり、壁の方からせり出しがあるせいで必ず片足上げとかなきゃいけないんですよねだからあんまり座り心地良くない、こっちの席はロボットサラリーマンああ、間違えた SIC ってフィギュア。SIC というシリーズのフィギュアってことかな。そう、漫画ン,ンライナーですね。うん。去年もそう思ったんですよ。あの、一人とこ座るとすごく、あの、寝にくい。片足上げっぱなしになるんで。なんかバスでそういう席ってありますよね。他人と。まあ、そんなに似合うほど混んではなかったですけどね。えー、っと、そうですね。石巻までは行ってます。そっから先が今、 バス代行に、バスというか BRT ってやつになってますかね。えっ、ー、と、バス、バス高速郵送なんとかだっていう、トランジットか、BRT。女性と。<laughs> で、今回ですね、あの石巻、石巻まで行かずに手前で降りました。前八駅。えっ、ー、と、駅前にはですね、一応店は少しある感じなんですけど、商店とかあんまりなかったですね。いや、確か商店が一軒だけあったかなまあ、駅前の、 あの、買い物はあまりできない感じでした。ベーコンレタスパンツ。フレア。フレア詳しいな <laughs>。ダメだから。あー。まあ、人それぞれですね。私はその考えも別に否定はしませんけど。で、今回の,あのツーリングの装備はこんな感じでした。あの、今回はマウンテンバイク。ん待てよ、今回は。 前回が紅葉ツーリングだったから前回もアウンテンバイクか。前々回が夏休みの北海道旅行で、その時は飛行機輪行したからクロスバイクでしたね。で、今回またちょっと荷物が、あの、前回よりは少ないです。北海道そうですね。飛行機で輪行した時。で、確かこれ旧北上川沿いのサイクリングロードだったかな。サイクリングロードじゃなかったかもしれない。 まあこの辺り初めて走りました。で、これは去年も走ったルートで、なんて駅だったっけ確か陸前、陸前、横山か。なんですけど、もうここは、あの、鉄道の方は、もうずっと閉鎖されっぱなしなんですよね。そう、あと仮設住宅っていうこの看板あちこちあるんですよ。あの、なんとか、なんとか学校、 学校の仮設住宅とか書いてあって多分その学校の近くの学校の校庭とかになるのかなにあの住宅は作ってあるんだと思うんですけどね西側うーんそうですね少なくとも配信ではあまり行ってないかなそうここ 160×120 の設定にして <laughs> 無理やり配信したとこですねあの待機制限されたか何かであやっぱり校庭にそうモザイク駅 で、ちょっと100メートル、200メートルぐらいの山越えして、これ去年来た時に昼飯食ったとこですね。ドライブイン横山。去年来たときはあの可愛いワンちゃんがいたんですけど、いつも何万画素なんだっけえー、っと、横が3000何百ピクセルぐらいなんですよ。えー、っと、なんて設定だったかなこうで、あれ 画像サイズ10メガ、十メガって書いてますね。10メガピクセルかなそんなもんだっけで、山越えて、ここから南三陸町ですね。で、気温は、えー、っと、日陰で,日陰で風当たっていると若干寒いくらい。まあ、走るにはそこそこいい気温でした。涼しい感じでした。いや、一番良い画質じゃないです。それの一つ下ですね。3対2の2番目の。 L と M っていう、あ、ラージとミドルのミドルっていう感じの画質です。今年の友じゃいなかったんですよ。小屋の中に入ってたのかもしれないですね。で、これがさっきあの、ちらっと言ったあの、BRT っていう、正確には何でしたっけ ?BRT の略は。BRT は何の略でしたっけこれだ。バスラピットトランジット。なんか英語として不自然に感じるけど、これでいいのかな。で、 あの鉄道の駅がですね、バス停みたいになってるんですよ。これが駅。去年来たときはこの駅はまだ、あのー、全然なかったです。従業 YouTube は当面先ですね。夏休みのやつからしなきゃいけないから。で、あのこういう線路の、元線路のとこはこうなってます。で、あのー、自転車、歩行者、バイク全部ダメです。まあ、車はもちろんのこと。 バスだけしか通れない道なんですよ。で、向こうにあのトンネルがあるのわかりますかね鉄道のトンネルに、こうやってバスが入っていくっていう。ちなみにこれあの、ホヤボヤっていう気仙沼のキャラクターですね。私はちょっと思い入れがある。<laughs> そう、線路跡みたいですね。じゃあないところも使ってあるのかな一部線路の上を走って、一部は普通の道路に戻ったりしてました。 バスの方がじゃないですかね。多分さっきのキを見ればいろいろ書いてるんだと思います。えー、っと、どういうメリットがあるかっていうと、あ、長いな。長くて読めない。いや。で、いずれなんか鉄道に戻すことも検討するみたいなコメントもあったんですけどね。放送中に。で、これは向こうからこう専用道を走ってきて一般道に戻るところですね。 だいたい私が見た範囲だと半々ぐらいかな。せあの、専用道を走ってるところと、あの、普通の道路に戻ってくるところ。えっ、ー、と、信号は専用道だったらないんじゃないですかね。踏切はあったけど。踏切的なところは。で、海沿いでたら前とあまり変わってませんでしたね。この辺りは。確かこれ去年も見た、あのー、傾いた、なんかトイレっぽいですけど違いますかね。なんかの建物。 えっと、<laughs> そこの速度、うん、ですかね。そう、やぼやのサ馬県なんですよね。割とあの、あれ、リアルにしたらシュールなんじゃないかな。旅行。まあ、私は好きな旅行をやってますね。で、この辺りは静川の辺りで、前回ここは通過しただけだったんですよ。で、今回ここの、あの33、三々、三々商店街か。あの、JR のポスターとかで最近よく見てたんで、あの、ここで、 ちょっと内陸に入ったところにある三々商店街に寄ってきましたでこれはまだあ海沿いの方ですねでここなんかあのこのボロボロになった骨組みと骨組みが残っててでなんかみんながこあの集まってたんでこれってモニュメントみたいなまあ慰霊碑じゃないけどなんかあえて残してあるんですかね三々商店街行ってまた戻ってきた時も人がまだ集まってました 目川線か。目川でいいんでしたっけ ?JR 北海道。えっ、ー、と、バス激、ああ、そうそう、バス、ラピッドバスです。バスラピッドですからね。ツールドラフランスは11月頭のはずです。私、今年は申し込んでないです。うん、ラフランスなし、本当にそういうのがあるんですよ。私は参加行ったことあります。参加したことあります。不思議な水門の管理棟。あ、これですかね。あ、それかさっきのやつかな。こっちの方かな。 こっちに水もありますからね。あ、防災センター。<laughs> これ結構有名になった、有名なやつなんですかね。あ、年内に。高台に。ここでまあ、かなり被害出たんでしょうね。で、ちょっと内陸の方に入ったところにあるのが、えー、南三陸三三商店街。で、この入り口のところに、あの、静川駅がこっちに移転してきてます。 本当はもっっと海沿いいにあったらしいんですけどねでここはあの一般道からあの入ってくるタイプの駅です。駅というか、まあ、バス停ですね、完全に。デザイン的にはあの駅っぽくしてあるんですけど、まあ、ほぼバス停だと思います。緊急放送し続けて、あ、それがあそこなのか。新規40名かで。入り口のところにあの、これどっからでしたっけ どっか海外からあの寄贈されたっていうアイが立ってます。チリか。600人か。だから、あの、普通にここの住んでる人も、身内の人で亡くなった、身内の人が亡くなったっていうのはかなり多いはずですよね。うん、あの、ガラス張りなのが駅になってます。駅というか、BRT の駅って言った方が正しいのかな。で、この33商店街結構あの、食べ物屋さんが多くてですね、 ここで私はこれ食べましたえー、っと南三陸キラキラ秋馬丼キラキラ秋馬丼です確かであちょっとすいませんごめん飛ばしますねでこの秋馬丼っていうのはあのこの商店街の中のいろんな店が出しててでこれは松,松原食堂だったっけ私が入ったところはこの焼き物が入ってました このホタテ焼いたやつと、鮭焼いたやつと、あとあのー、タコフライ。タコフライ、タコの唐揚げかなと、マグロと、この白いのはなんだっけあと、イクラですね。元画像だと結構細かく取れてるけど、あー、ちょっと粗いな。まあ、これが美味しくないわけないですよね。で、2000円惜しいです。1700円でした。で、こっちにあるのは、ウニメカブ。 この間、青森行った時にもこれ食べたんですよね。うに、うにめかぶ。言いにくい <coughs>。お米が、そう、あの、やっぱりお米が足りなくなるんですよ、最後は。なんか私はできるだけおかずに対してご飯を多く食べようとする傾向があるらしくて。1700円ですね。うにが、ここにうにあります。生うにではないはずですね、確かこういうの。うん、焼いた鮭珍しいですよね。わさびを醤油で。 あー、それ、2の人はあれですよね。わさびをつけた刺身を醤油につけるんですよね。なんかわさび溶かしちゃうとあの辛さが落ちるらしいんで。全部乗せいですね。菊 <laughs> は取り除いたな食えたのかなこれ。おかわり自由。どうなんですかねこういうのでおかわり、ご飯だけくださいって言えるのかなちょっとそれは言ってみてないです。丼、お皿。お皿のよしあしっていうのはどうなんだろうな。 であとですねここ、食べ物屋さんだけじゃなくて、あの、写真スタジオとか、あと、電気屋さんも2軒あったかな。あとは、何があったっけ結構、その、生活の、まあ、普通の生活で使う店もあちこち入ってるんですよ。だからこれ、食べ物屋さんだけの屋台村みたいなのとは違うんですよね。イエス、欲張り丼。えー、っと、あ、お皿に持ってほしいか。んセーラ。セーラって何だっけ ウニはアメリカえ、そうなんですか毛並。直通の人でしたっけ醤油を、ああ、それもいいな。そう、商店街みたい。あ、卒動会みたいな。で、あのー、バランスを考えて甘いものを食べました。こちらの、えー、っと、お茶屋さんですね。お茶屋さんでやってた、シルコって書いてあったっけゼンざイって書いてあったっけ ?300 円のやつ。そう、バランス。あの、 言い訳的に面白いかなと思ってバランスて言ってますけどちょっとだけあの抹茶の粉が乗ってますここだったらちょっとお茶屋さんっぽいとこですねそう塩昆布とこれほうじ茶だったかなあとここであのモアイソフトとか売ってましたよあのモアイソフトクリームで何がモアイなんですかって聞いたらソフトクリームにはのコンフレークが乗ってるんだそうですコンフレークが乗ってるとモアイなのかなと思いながらなるほどって言ってきましたけどね そうカロリーはあの、自転車で走ってる日っていうのは油断してますからね、いくら食ってもいいような気になって。フランス。んフランス、よくわからない。<laughs> YouTube の動画はですね、あの動画があの、ツーリング立て続けにあったせいで動画が溜まっちゃってですね、全然まだ編集できてないんです。夏休みの分が溜まってるんですよね。だから一体何十時間分あるか考えるとちょっと嫌になりますね。 あで、これがあの、三沢商店街のすぐ近くで工事中だったあの,の BRT の、BRT のあの、まあ、これ線路跡ですよね、やっぱり。BRT 路線の工事中だったところですで。やっぱりあの、えー、っと、線路が壊れたままになっているところが多くて、順次 BRT を整備していってるっていう感じですね。ん部屋で小芝居。ん部屋で小芝居って何だったっけ 大変復興。うん、まだ復興。まだまだ途中ですね。あの気仙沼のあたりもそうだったんですけど。<coughs> モアイのある場所のイメージ。あ、モアイソフトですね。確かあと、モアイ1階とかどっかに書いてあったのは写真残してないか。まあいいや。で、あとあの、このあたり、このあたりから海岸線沿いでずっとアップダウンが続くんですけど、あのー、 こういう表示が多かったですね。津波がどこまで来たっていうのが。これってあの、次に来た時のなんか参考になるとかいう意味で書いてあるんですかね。ただ情報として書いてあるだけではないですよね。これって。PC もう一台変更。あのそれも欲しいんですよね。<laughs> BRT はですね、BRT は、これです。読みましたか読みましたね。 あの鉄道の代わり、バスを使って、専用、あ、専用道をバスを走らして、鉄道の代わりするみたいなものらしいですけど、まあ、と一般道との組み合わせで使えるってとこは強いんでしょうね。次に来る、あ、あとここは、あの、以前、以前じゃない、去年来たときに、あの、千羽鶴がいっぱい、あの、下がってたとこですね。で、あれはさすがに撤去されてました。まあ、放置しといたらボロボロになるだろうし。 若干防水っぽい紙で作られてはいたんですけどねで上の方にちょっとだけ名残が残ってます <laughs> 看板の高さまでまあ足元までですかねえーと海抜 <laughs> 海抜は多分これ 30m 前後ぐらいじゃないですかね 50m ぐらいのアップダウンを繰り返してたんで <laughs> 昔の洪水ああありますね 翌日のドラゴンレール像にも確かそういうのがあった去年来た時は <laughs> ん距離高さえー、っと <laughs> さっきの表示かな世界のオリオン座流星群見える今ですか今来てるんですかねあでこれ去年来たあのー、えー、っと伊佐と駅前の復興商店街あの福と幸と書いて復興商店街なんですよねで 去年来た時にあの秋祭りやってたんですけど、今年はやってなかったですね。で、お祭りじゃない時に来ると意外と食べ物,や食べ物屋さんがなくて、この奥の店で、奥のなんか、えー、っと、海産物売り場かなソフトクリームやってた以外は特に食べ物の店見当たらなかったですね。なんかあったら、あの、完食していこうかと思ったんですけど。ん達金さん、達金さん。 あ、河口湖でも。自転車で走りたいので、うーんと、実はあんまりおすすめできないです。あの、工事の車両が多すぎて、走りにくいんですよ、ここの道。去年そうでもなかったんだけどな。で、これ未だにあの旅行中に使ってる、あの、去年買ったタオルですね。これ確かあの、タグ見たらですね、大,大阪で作られてました。日本あの、国内産で。で、めちゃくちゃ頑丈なんですよ、このタオル。 今んところ全然1年使ってほつれてない。あ、ボランティアで食ってばかり当たり前じゃないですか。それも目的の一つなんだから、そう名目で。うん、去年買ったとこですね。で、あとこれあの、テントの中に置いてあったんですけど、津波で持ってかれて、沖縄で発見されて、西表島で発見されて、また戻ってきたっていうポストらしいです。あと物によっちゃ太平洋をオーダーしたとかいうのもあったらしくて、 そんなに流されるもんなんですねそう私もこれちょっとニュースとかでちゃんと知らなかったんでびっくりしましたその入り表で見,見つかること自体もすごいけど中の手紙はまあどうなってるんでしょうね密閉されてないですからねそうなんか沈んでしまわずに転がっていったってのもすごいですよね郵便物は残骸ぐらいはあったかもしれないでこのあとようやく 気仙沼町を入りして、ここからまだ3 0キロ近くあるんですよね。あの、1年前よりもだいぶ時間をしてたんで頑張ったんですけど、やっぱりだいぶ遅くなりました、到着は。あ、で、これあの、古線橋古線橋だったというか、い、ま、つ、あ、までも古線橋になるのかな。BRT の上の端から取ったあの、トンネルに入ると、トンネルに入るところの BRT バス。これ JR のやつですよね。 あ、お疲れ様です。あとのこれも普通に道路上にある、えっ、ー、と、デザインは駅と同じだけど、ここはまだ専用道になってないとこですね。んいや、一方通行じゃないんじゃん。いや、一方通行だな。<laughs> 一方通行というか、交互通行ですかね。で、このバスの本数かなり多いんですよ。今回走ってる中で10回以上すれ違ってるかな。だからもしかしたら元の、 あの鉄道より歩数多いかもしれないですね。まあ、輸送量は鉄道よりも低いだろうし。あとに了解です。あ、そう、線路走るのがデュアル、デュアル、なんでしたっけデュアルなんたらビークル。DRV だったと思うんですけど。えーと、もう一枠行きます。トロリーバス。で、気仙沼の市街地が近づいてきたあたりですね。で、このあたりは、これって、 土砂を集めてあるところなんですかねなんかあの重機がいっぱい、重機がいっぱい集まってました。あ、本数。<laughs> 本数でカバーってことですかね。で、これは何でもないんですけど、びっくりした石。この辺りなんか、の駐車場の入り口っぽいところにいくつかこの石が置いてあるんですけど、中に1個だけこんな、こんな細工がしてありました。びっくりするわ、こんなん。 あ、デュアルモードか。じゃあ DMV か。なんか DRV って覚えてました。そう、見たくないですね。これ歩いてる時とか。コストよ利便性に。あ、じゃあそんなに、そうか。輸送人数から言うとそこまでコスト効果は高くないんですかね。コストパフォーマンスは。あ、お疲れ様です。えっ、ー、と、これはですね、夕日じゃなくて、あの、赤い月が登ってきたとこです。この時はの、おばちゃんに話しかけられたんですよね。 月が綺麗ですねっていう話、話をして。じゃあ、えー、と、もう一枠いきます。お疲れ様でした。うん、これ月です。もうちょっとうまく撮りたかったな。手持ちだったし。じゃあ、お疲れ様です。一人ごとり言の時。一人ごとなんだっけじゃあ、次枠です。 よっといらっしゃいませ <laughs> これさっきの,あの赤い月の写真ですね確か月のサイズって皆既日食ってのがあるぐらいだから太陽とほぼ同じに見えるんでしたかねあの地球上からだとだからこれ夕日か月かが写真からだと区別がつきにくい大きさ同じように見えるから そう、マぶムに話しかけた、かけられた時かなこの時は。<laughs> あの、ワンちゃんの散歩してるおばさんが通りかかって。13夜、あ、ほぼ満月だったんですよね、確か。フルムーンフィーバー、フィーバー。いらっしゃいませ。じゃあ、1分になったんで、再開します。次役です。うん、これ月ですねあの。本当はもっと赤く見えたんですよ、あの肉眼では。で、 えー、気仙沼の港まで到着これ去年見た時も全く同じ壊れり方してましたね橋がまだこれ橋の欄干とかあと向こうの復旧作業はそんなになんか劇的に進んでないみたいでしたねルナテックえー、っとこれはあちなみにこのルートラボのこの赤い鉄道に赤い線が引いてあるところが今その鉄道としては機能してなくてで BRT で置き換えられつつあるところですね でえー、っと、ここの港エリアがあの壊滅的な被害を受けたとこで去年見たときとそんなに、まあ、暗い中だったからなんですけどあんまり変わって見えなかったですねで、なんかあの森土で森土をいっぱいやってましたああ、もう日本語はうまくできないなのであの復旧作業、あのー、進んでるんだと思うんですけど見た目にはまだあんまり あの建物が建てたりはしてなかったですね。カメラ、あ、カメラはあのソニーの DSC-RX100 ってやつです。あのすごく細かく映ります。埋め立てですかね。あの結構あの、えー、っと、なんていうんだっけ、こういうの。あー、言葉が出てこない、言葉が。地盤沈下とか、えー、っと、 まあそこら中からあの水が湧いたりして、なんか使えなくなってる土地が多かったんですよお。いらっしゃいませ。元に戻そう。まあ、そこに住む人の利便性が最優先ですかね。生活ができるようにっていうところで。<laughs> あ、液状化、そうです。液状化が出てこなかった、もう。で、これ宿に着く直前の,あの復興屋台村っていう、まあ、これ食べ物屋さんが集まってるところで、 去年ここで夢食ったんですよねで。去年来た時にはこの辺りに、あのー、ほやぼうや、さっきあの、えー、っと、バスにも書いてあったやつ、バス、バス、えー、っと、どこ行ったっけこれかこ。これ、ほやぼうやの、あのー、像がいたんですけど、今いなくなってましたね。また別のところに映ったのかもしれないです。 1> サミット第1回、えー、っと、あ、そうそう、あの、私も、えー、っと、今回いろいろ調べてて分かりました。去年が第1回中東北餅サミットで、今年が第1回全国ご当地餅サミットなんですね。てか分かりづらいですよ。餅サミット2回目でいいじゃないですか。で、今回はここで夕食食べずに、もうちょっと離れた、離れたって言っても歩いて5分ぐらいなんですけど、別のところで夕食食べました。 で、とりあえず宿の方へ。これ去年泊まって、今回はあのいっぱいで泊まれなかった大鍋屋旅館さん。ここはあの津波の時に一階がかなり被害を受けたんですけど、あのー、宿の人はあのー、宿の宿人は一応無事で、で、かなり早く復旧して復旧して、あのお風呂を提供してたりしたところですね。<laughs> 夜、昼間の、あーかなり明るく映りますよ。屋台、ホヤ。申し訳ない。ん 1> 第1回、第2回来年は世界だって言ってるから来年は多分第1回世界ご当地餅サミットなんだと思いますけどでも世界って話今回、あのー、閉会式の時とか聞いてたんですけど話出なかったんですよねなんか来年はバル,バルーンを上げて上から持ちまきするとか市長さんが言ってたけど怪我人出るだろうっていうチキチキ 春巻きはうまかったですね。<laughs> で、あの、こっちが今回泊まったところ、すぐ近くなんですけどね。旅館の金庫館っていうところです。ここは素泊まり4000円でした。で、ここも結構あのいっぱい人入ってたみたいですね。最初はあの、電話で申し込んだ時には、あの、大広間しかちょっと空いてなくてって言われたんですけど、行ってみたら、あの、普通の部屋へ泊まれました。再来年宇宙、宇宙ですかね。 で、店員3人のところに1人で泊まります。1人で泊まりました。で、夜は結構気温下がりましたね。ちょっとフリース来てないと寒かったぐらい。出店券が少なかった。今回何件、何件出たんですかね。北海道の名寄はいたし、南の方はどこまでいたのかな。山梨はいましたよね。確か山梨、静岡、あとどこがあったかな。 ダンジョンあそうそうだ <laughs> ダンジョンの中は複雑な作りなんですよねここそこら辺りあのタイムシフト見ていただけるとプレミアム会員の方は500円払ってる人は ISO はいやあまり調整してないですねそれでもかなり明るく映るんですよデフォルト設定で台湾に出張あそういえばトッポギもあったな今回は固いもちがいらっしゃいませストーブ2つあ本当だ <laughs> 気づかなかった 石川県はの、あれか、能登の,のやつですかね。で、ゆ宿に行ったところが、まあ、ほぼ、あのー、さっきの,あの復興屋台村っていうところは、すぐ近くなんですけど、あっちは屋台が集まってるところで、こっちはこういうプレハブみたいなところに、まあ、食べ物屋さん含めていろんな店が集まってるところがありました。紫市場って書いてありました。で、ここで、喫茶マンボっていうところに入って、 ラーメン、えー、なんだっけ、豚キムチセットかな。この普通のラーメンと、豚キムチの小さい、豚キムチ丼の小さいやつと、あとこのあたりがちょっと美味しかったですね。酢の物というかな、漬物かなそう、マンボ。締めて、はい、そうそう、あれですね、あの、それぞれの店の人の写真、顔写真がえらいでっかく貼ってあるんですよ、すべての店に。 えっと、10等圏ないぐらい。どうですかね ?10 はないぐらいかな。あ写真のよりちょっと、あの、どぎつすぎるっていうのは確かにあると思います。<laughs> 写真のおっさん、あの、多分店主の人だと思います。で、これ、喫茶ンボの、今の店舗の中,中なんですけど、これご主人が新聞読んだりしてました。で、あの、壁見るとですね、元はこういう店だったらしいんですよ。 それが今もこのプレハブの中の店になってるんですねえー、確かどっかに元マンボファンよりとかいうのが書いてあったああ映ってないやでそれがこうなってしまって今ここに入ってるってことらしいんですよでも結構あの店の人はさっきのご主人とおばちゃんとあとあの家族の人もいたらしいんで皆さん無事だったんですかね 寒い日には、そう、ちょっと寒かったんで、あの、あったかいもの欲しいなと思って。追悼の、ああ、さっきのあれか <laughs>。地下談判、旅費がかさんで、あこれは関係者の方ですか。ブリケッツさんですか。旅費がかさんでっていう理由なのか。まあ、確かに儲かるもんでもないでしょうからね。そう、復興、まだまだなんですよね、気仙沼のところ。で、この後、あの宿に戻って、宿配信しました。 えー、コメント数が大変多かったです、この日は。特にあのー、この辺りで。あ、ヘパプリケットさんですね。ありがとうございます。満足な売り上げで、そうなんだ。これ、あのネ、ネスレのバリスタが置いてあって、えー、配信中にコーヒー入れたら、途中からガリガリガリとか言い始めて、で、LED がくるくる回り始めて、慌てて逃げた配信の時ですね。 であとの、宿の人に行ったらやっぱり水が切れただけでした。あの、普通に水、水を足しとけばよかったみたいです。水道の方で。<laughs> んか壁。あ、これかな弁償してないしてないということで、や、やっと1日分の写真終わりでしたね。なんか時間かかったな。